今回紹介するお店は伊手にあるボックスクエア内のお店です。ではどうぞ。はい、どうもひかりやでーってことで、韓国旅行2日目のお昼っていうか、たまたま立ち寄ったとこやねんけど、ここ後ろにあるな、屋台みたいな、ここなんていうとこなんやろ、なんか有名な新町駅の前にある有名なさ、コンテナでできた建物の中の屋台に来たんやけど、念願のじゃじゃーん、そんで食べたいと思います。もうこれな、ほんまに今回の旅行では絶対食べようと思ってたんやけど、このスンデとトッポギのセットで5000ウォン、安くない？あとはおでんスープもつけてくれました。あったかいわ。天ぷらとかトッポギ、キンパ、おでんもある。うわ、美味しそう。うわ、バイバイ。はい、これな、見て、エゴマもね、エゴマの葉も乗ってる。美味しそう。すんで、見た目やばい。トッポギのソースにつけて食べます。いただきます。うん、なんか、なんともいい味。でも、食べれるけど、美味しいかはわからん。まあでもいける。トッポギ、トッポギ美味しそう。うん、うん、あ、辛い。うん、辛い。おでんスープもピリ辛やった。全然柔らかい。うん、もっか、もくもくとか豆腐。おでん、うん、うん、おいしい。この中でおでんが一番おいしいわ。なんでなんやろな、うちの味これ。なんか無理な人は無理やな、絶対に。ちょっと癖のある血の味っていうか、こんな感じ。でもなんかもっとなんか癖強めなんかと思ったから、案外いけた。辛っ。すごい。もう辛すぎてさ、水を買ってしまった。癒される。癒される？和む？なんていうのこれ。和らぐ。住んで怖いな。まあでも住んではもう十分かな。初めで最後、初めてで最後、食べれたから満足だわ。でもなんかね、もちもちしてんねん。もちもちしてて、麺が入ってる。で、もちもちしてて、豚の腸だから、なんか皮があってみたいな感じ。でも経験として一回食べてみるのはあり。はい、っていうことでごちそうさまでした。いやーね、住んで満足です。まあでもね、一度食べてみてもいいかなって思います。あとここの建物の敷地内がいろんなご飯屋さんあって、お寿司屋さんもあったし、なんかサンドイッチとかもあって、いろんなお店があったんで、ご飯悩んだ時来てみるのもいいかなって思います。あとね、テイクアウトとかもできるみたいやし、一度は来てみてください。では今回も最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録、あとは概要欄のチェックもお願いします。ほんならね、バイバイ。